奇跡のエッセご無沙汰しております。はーい、またねちょっと息抜きをねしたいなということでですね、ちょっとゲーム実況の方をねやらせていただきたいなと思いまして、この間ですね転ばぬ先の植物学というゲームをやらせていただいたんですけれども、それと同じ作者さんですかね、私の作品やったことありますっていう質問に対してね、ないですって答えちゃったことをね、ちょっと心がねずっと悶々としてましてね、申し訳ないな申し訳ないなって思ってて、とうとう、ゲームの方発見しまして、こちら挑戦したいなと思ってやってみたいと思います。スイカはどこへ消えた、エクスクラメーションマーククエスチョンマーク、はい、始まりました。このねオープニングの絵からですね、推察するに、今回はこのスイカをね、スイカがどこに行ったのかっていうのをね、みんなで探していこうかっていう、そんなゲームなんじゃないかとね推測して、ゲームの本編進んでいきたいと思います。では早速やってみましょう。ゲームスタート、レディーゴー。また軽快な音楽でね、オープニングをスキップしません。お、ミステリアスな音楽で、上には鳥居がありますね。お社、しかも天空の城みたいになってますね。なんか日本でもね、こういう絶景のマチュピチュ的な場所に、こう神社とかがある名所なんか、旧跡なんかもありますけども、ここから自由探索になります。至るところに散らばったスイカを集め、気が済んだら、そこの鳥居から帰りましょう。全部見つけてるかどうかっていうのがわかんない可能性があるってこと？つまり、アイテム招待状を使うとこの場所に戻ってこられます。なるほど。積んだ時や移動が面倒な時にどうぞ。なるほどね。じゃあいろいろと行動できるわけだ。クロー。出た。ブラックジャックじゃない？狭間クローくんでしょこれ。あ、取った。看板、緑のスイカはよくあるスイカ。この世界のそこかしこに割と無造作に散らばっています。一つでスイカポイント1点。お、何点取ったらクリアなの？苦もなく集まったり集まらなかったりしますが、根気よく集めます。了解でーす。じゃあ、いつかね、この天空のお社に戻ってくるまで、お待ちください。黄色スイカね、黄色スイカなんか美味しいよね。見えないスイカ、条件を満たすと、はあ、そういうスイッチ的なのもあるんだ。一つでスイカポイント5点に、お、すごい。ちなみにスイカポイントは最大100点ですので、せいぜい頑張っ、せいぜいっていう言い方がね、ちょっとね、悔しさをね、こっちに、あ、お、え、お、黄色スイカこれ。えい。これなんだろうね。そのスイカポイントはどうやって見ることができるんだろう。ちょっと見てみよっか。クローパンピーじゃん。医者だよ、クローは。クローは医者なんだから。ちょっと待ってね。あ、持ってる持ってる。1点と5点だから6点。あ、スイカカウンターとかいうのがあるぞ。スイカポイントは6点です。すげえ、なんか、スイカ力カウンターか。スイカカってなっちゃいますけど。ここにもあるけど、鳥居くぐっちゃったらアウトなんだよね。アウトってことはないけども。くぐっていいのかな？くぐっていいのかな？くぐっちゃうぞ。くぐっちゃうぞ。えい。あ、くぐれた。すげえ、なんかゼルダの伝説みたいなマップ割りだね、これね。あー、すげえ。ゼルダの伝説みたい。じゃあ、下行ってみよう。お、あった。
ゲッツ。7点。お、お、あいつ、あれじゃない、サイカちゃんじゃなくて、ネネコさんじゃない、あれ。植物学にいた。佇む女性。困ったわ。どこかの浅瀬にでも流れ着いていれば、あ、浅瀬に、ある可能性があるわけだ。えいや、えいや、お、いける。おほほほほほほー、3コマイエーイ。うわー、こういうなんか、一見行けなさそうな場所にも、あ、びっくりした。行ける可能性がある場所があるわけだ。なるへそね。うわ、家の中とかも、窓から覗いて何か、みたいなのはないね。鍵がかかっている。ドアには外出中と書かれた札がかかっている。あ、怪しげなダンディズム。そこのスイカ畑で取れるスイカはすげえぜ。生命力に溢れすぎて、もう、勝手に動き出すんだ。そんなわけねえよ。一体誰の畑なんだろう。何、勝手に動き出すの、スイカが。ちょっと待って、ちょっと、おー、勝手に動き出してる。お、早い早い。ウオピーウオピーってどういう掛け声なんだよ、それ。ウレピーとかじゃないんだ。ウオピーってお前、初めて聞いたぞ、そんな、なんか。そんななんかのやつ。ウォーホー、なんかこういうね、すごいね、楽しいな。なんか、あ、いけないよね、いけない、あ、いけたーみたいな場所が。すごい、スイカがいっぱいいるけど、なんかね、動くスイカがあるみたいだね。こういう看板はね、絶対スイッチの一つになってるはずだから。この先、ホーミングスイカ畑。なんか、チコの予感だよね。ぶつかってきて、頭とスイカが。え？え？おりゃ！おりゃ！おりゃ！わあ！面白い。なんだよ。超来るじゃん、こいつら。なんだよ、もう。超来るじゃん。超好かれてんじゃん、俺、みたいな。勘違いしちゃうから。あ！おじいちゃんがいる。すげえ、ホーミングスイカ。ちょっとテンション上がっちゃうな。上がっちゃう。まずは全部左で全部行ってみよう。このね、壁伝いに。あ、隠れてるよ、あそこに。尻尾だけ隠して、みたいな。もう結構溜まったんじゃないですか、俺。スイカ力カウンターでちょっと。26点。100ポイントまではまだまだって感じだね。拡張予定エリアにつき立ち入り禁止。ほう。拡張めど立ってないの？とりあえずこっち左側の終着点はここみたいだね。お！危ない！忍べって書いてあるってことはこれカラクリ屋敷みたいな構造に、え？なんだ、落とし穴か。ちょっと待ってよ、これ、出られなくなっ、おー、なるほどね。え？え？え？おー！ダンジョンの予感？これ。急にかっこいい音楽。これ。中のマスター忍者を、ミュータントタートルズみたいなやつを、あそこに忍者さんがいますね。お、何これ、えい、おー、飛んだ、めっちゃ飛んだ今、おりゃ、こうやって取れるわけだ。おー、あー、すげー楽しい、ええ、おい、飛ばしてくれよ。ああ、自分で行けってことか。おりゃ。戻っちゃうじゃん。なんで？こんなんやったらこっちから行ける場所は、ああ、そういうことか。十字キーを押さないと、そっち方向には行かれせんっちゅうこっちゃ。そういうこっちゃで。これで、
あ、ダメだ。あ、いいんだ。これで、これで、え？ちょっとまったりいや、今。え、なんで？今。え？あ、あそこ行きたい。あそこ。あそこじゃない？上に飛べるわ。結構飛ぶってことじゃない？これが。ほりゃ。ほら！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 来たー、これ。あ、でも、向こうに映れないのかな？あそこは行けないのかね？とりあえず一回帰って、あの忍者にちょっと忍者なんじゃに話しかけてみよう。隊長！隊長来やしたけど俺。隊長！ちょっとスイカくれませんかね？隊長。何にもないっす。正面から話したい。忍者！この階には隠し通路があると聞いているのだが、一向に見つからぬ！ぐだぬ！一体どこに？じいさん、あんたには一生かかっても見つけられないぜ。あ、拡張エリアか。スイカ100個あんのかな？あった！どかす。え？取った。取れたで。なんや、取れたで、今。おりゃ、動かれせん。えいや。えいや。あ、取れた。イエーイ、こういうことでしょ？スイカ力カウンター、32点。いいよ。溜まってきてるよ、もう隠しきれないスイカパワーが。溜まってきてるぜ。俺の中に！ちょっと待って。さっきのさ、さっきの場所で、右上の道がさ、出られんねやけど、飛び越えて行かれせんねんなんか、これ。ぴょーんって、あ、行けたやん！行けるやん！オッケー。さっきも行ったんだよね、一回ね、あそこね。うわ、え？あ、出た。ドラクエでいうところの氷の面みたいな。壁でやるやつや、これ。壁のやつやで。えいっ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 。これ苦手かも、これ。えい。あ、いけなかった。えい。えい。しのべまで行くと、うわぁ。これ取れるの、本当に。これ取れるの、本当に。なるほど。あそこにどうにかして、あそこに行ければいいってことだね。まずいぞ。このままでは、1ミリも進めないじゃないか。行ったことのない道を選びながら行こうか、じゃあ。これで下がる。すげえな、やっぱ行っちゃうんだな、角まで。あー、これは難しいな。あ、来たよ、これ。よくわかんないけど、忍べ。掛け軸の裏に抜け道がある。一回通ってみよう。
あ、最初に戻った。ガラス玉が浮かんでいる。取る。おお。お、なんか取ったね。なんやろ。え？怪しい空の帳を閉じ込めた、ガラス玉。青でも茜でもない空はなんだか見ているとワクワクする。おら、ワクワクすっぞ。くぅ、つえーやつ見っとワクワクすっぞ。おら、ワクワクしてきた。なるほど。これで初めて行けるルートが増えるわけだ。ね、そんな感じだよね。こんなんやったら、あ、いいじゃん、いいじゃん。じゃあ一回ロードがない。終了したらゲームがそのまま終了しちゃう可能性があるもんね。どうしよう。どうやって行ったっけ？あそこまでどうやって行ったんだっけ？うわぁ、覚えてない。えい、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 えい。あー、そっか、思い出した。こうだ。あれ？違った。え？ちょっと待って、ちょっと待って。あ、で、こうで、どうだっけ？あ、これでこうか。いけた、いけた。で、ここに、行きます。こっちにアシストします。これで、取った。イエーイ！イエーイ！で、取れないか。あそこに降りるには、そういうことか。了解。これで OK。 あれ、一個間違えた。一個場所間違えた。あそこに行くには、どう行けばいいんだ。あそこ行けんのかな。ちょっと待って。ちょっと待てよ。俺の脳みそ、働け。ちょっと待って。これじゃ止まらないから、あそこも止まれないから、上から行く作戦じゃないってことかな。あー、なるほどね。そっか、なるほど。つまり、こう来まして、一回上行きます、下まで行きます、ちょいちょい。こっちでいいのかな。しまった、上の調査をおざなりにした。どうしよう。えい、これだといけなさそうだもんな。ちょっと待って、縦軸ではいけないっぽい。右の階段のとこから出てこられれば一発で取れるんだろうね。ストッパーなくない？あ、この横か。横軸。あー、違った。あー、この、ここに来られればいいんだよね。ここに来るには、
いけるのか？そもそも。むずいよこれ。俺パズルとかすげえ嫌いなんだけど。めっちゃむずいやんこれ。ちょっと待って、これでしょ。えいくそ一列違う。くそ難しいなこれ。これみんな謎解けてるんやろか、みんな自分で。命取りだなこれ。これでどないしような。上行ったらどうなんだっけ。あそこで止まって右行って下だと下まで来ちゃう。ここで止まって一回こっちに帰ってあそこまで行って、ああダメか。ちょっとあと何回かちょっと繰り返させてもらって、あ間違えちゃった。むずいなー。ちょっと他の可能性もあったりすんのかな。ないな。やっぱさっきの方向性じゃないとクリアできそうな予感すらしないので、こっち来てで、あそこだとダメなんで、やっぱこっちなんだよなきっと。あそこから下がってあそこに来て、あーでもそれだと同じか。あのスイカ欲しい。あのスイカめっちゃ欲しいんやけども、みんなどうやって取るんやろうかこれ。よいしょ。取れたー、やほいやほほい、やったー。なんやー、なんも、もうあれだね、一番もう無心になった時に初めて鋼鉄が切れる真剣みたいな。赤色に輝くガラス球が浮かんでいる。取るよそりゃ。赤い炎を手に入れた。今回はなんかストレートなタイトルですね。揺らめく炎の光を閉じ込めたガラス玉。同じ炎でも見る人によって、なるほど。クロウくんはどんな風に見えてるんだろうね。よっしゃ、もはや忍者屋敷に用はない。ピューン。あ、そっか、あそこから帰れんねや。イエーイ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 。あれ？しまった。帰られせん。あ、これで帰れるんや。やったー、長い戦いやったぞー。どうなったんだ？スイカカカカウンター34。あ、そっか。玉を取ることに必死になってて。あら、ワープポイントみたいな、旅の扉みたいのがあるけど。おりゃ、何か沈んでいる。取る。ん？ん？ん？
どう頑張っても届かない何か長いものがあれば。長いものか。ないよ、そんなの。ここは特になんでもない場所っぽいね。このゲームめっちゃ面白いやん。ゼルダの伝説みたい、本当になんか。知恵と勇気でね。びっくりするからやめて、急なやつ。開示的な？あ、いけた、やっぱ。開示的なやつだよ。ほら。わあ。鳥居がある。わあ。もう、クリアしちゃうんじゃない？何や、ある。黄色に輝くガラス球が浮かんでいる。サハラー、サハラー、サハラよーとかいうやつじゃない？黄色い月を手に入れた。やった。おっちゃん、あの臆病なおっちゃんが声を出さずに落ちた。うわー、おっちゃん、おっちゃんのやつやで。すげえ、開示的なやつだ。すげえ、こんな、ラッキー。もう開示をね、知ってないとできないよ、あんな。この見えない、ガラス渡りなんてさ。お、なんかある。スイカか。わーお、いっぱいあるー。ゲッツ、やったねー。これ長編にしちゃって、このスイカ取り大会を、え？え？上から行けるってこと？え？どっかでルートを間違えた？そんなことないよね。あ、こっちはこっちで行けるのか。イエーイ。イエーイ。これで、ひとまず全部、あれ？あれ？どうやって戻るんやっけ？いけましたね。よっしゃ、開示面クリア。おお、黄色いスイカやん、ゲットン。あ、これで頭のところに戻ってきましたね。じゃあ一回来た道をちょろちょろと戻っていって、このゼルダの伝説の洞窟面みたいな場所に、あと長いものもね取れるらしいので、長いのをゲットしてから、イエーイ、知らないうちに49ポイントでもこの感じで100個もあんのかねってなるけどな。上にあれだよね、おじいちゃんがいたよね。上のおじいちゃんに話しかけます。おっさん、ここから北にあるほがらには水の妖精様が住んでおられるんじゃ。ありがたやー、ありがたやーだそうですね。ありがたいね、水の妖精様。で、美人だね。イエーイ。ちょっとね、見えにくいところにあるんですよね。意地悪な。あ、鍵もかかってんだよね、ここね。ここも気になるよね。あなたが落としたのは、銀の鍵ですか？とかっていう感じかな？さっき川に落ちてた、なんか。うわ。難しいっぽいよ、これ。俺にクリアできるかね？
おっと、いい加減にしてください、いい加減にしてください。うわ、びっくりした。なんだ、奥に誰かいんのかよ。え、スイカ神がおられる。水の妖精、あなたたちいつまで居座るつもりなんですか。ここは私の家なんですから、早く出て行ってください。ここ超涼しい、スイカには適した温度みたいだね。快適快適、思わず腰が重くなるのは致し方ない。あなたたち腰なんてないでしょ。いい加減にしないと私だって怒りますよ。怒るとどうなる。それはその怒ったところで怖くもなんともないもんね。イエイイエイ、ヘッポコ妖精、マジ受ける、ちょべりば、ちょべりばですわ、ちょべりば、マジで。キー MK5 みたいな。おや、やべ、バレた。なんかよくわからん喧嘩に巻き込まれちゃう感じ。ちょっとあなた、そこのあなた、おお、いつの間に。さっきまで向こう側にいたのに。そりゃ妖精ですもん。瞬間移動くらい朝飯前ですわ。ですわのよ。そんなこと今はどうだっていいのです。あなた、見たところ人間のようですね。まあ、少なくともよ、俺は今までそう信じて生きてきたけど、人間であれば、水を司る高貴な妖精である私に手を貸すのは当然の義務。そうですね。いや、それは初めて聞いたかな。あいにくと義務感や信仰心なんか微塵も持ち合わせちゃいないけど。手を貸してください。お願いします。頭引く！けど、手伝うって言っても何すりゃいいんだ？戦うにしたってそこまで腕っぷしに自信があるわけじゃねえし、別に戦う必要はありませんよ。あなたに持ってきてほしいものがあるんです。え？持ってくるだけなら自分で取りに行けばよくね？私はこのスイカヘッドどもを見張っていなければなりませんからね。よって私がここを離れるわけにはいかないのですよ。あっそう。めんどくさいだけじゃねえのか？あ、ね、俺は何を持ってくればいいんだ？塩ですね。は？それもただの塩ではダメです。三匹も浄化するとなると、霊的な力で清められた霊剣新たかな仕様が必要ですね。とりあえずなんで塩？え、だって本来のスイカは塩をかけて食べるでしょ。つまりスイカの弱点は塩なんですよ。それでいいのか妖精。私はここで見張っているので、あなたは早く塩を見つけてきてください。その後のことは私がやりますので。なるほど。塩か。塩とか長いものとかね。とりあえず了解。了解、了解、了解、わっちっちですね。塩くんないっすかね。塩くんないっすか？あ、ウォピョーのやつがくれるかも。ウォピー、そればっかり。今、何点ぐらいあるんだ？50点！素晴らしいね。あと、まだ半分か。外出中と書かれて。いつまで出かけてんだよ。お姉ちゃん。お姉ちゃんよー。ああ、まだ下にも道がある。ここ行ったんだっけ？行ったね。あ、そうか、まだ行ってない場所がいくつもあるぞ。そっちの方から活路を見出せるんじゃねえか？うわ、広いぞー。右、左、左。うわ、右とか東とか難しいよ。ちょっと待ってや。右、左、左、東、北、
2回戻る。北東ってことか。奥まで行けるよ。ほう。右。左。左。戻っちゃったじゃねえか。東側の森に入ったら、え？右、こっからか、左、あれ？こうなると無限ループなんだよね。戻ってきた。え？これは1個目の右ではないってこと？右、左、左、え？どういうこと？全然意味がわかんないんだけど。一回出ては、みたいなこと？え？一回下行こっか。絶対、どっかから。おー。おー。これはわからんぞな。え？絶対、あ、上から行けるっぽいね。何この顔のやつ。怖い怖い怖い。怖いよこれ。この鳥のやつ何？この鳥のやつ。鳥のやつ何これ。ビャー！ビャーって。なんか一人だけ喋れるやつがいるとかそういう感じかな。おりゃ。おりゃ。おりゃ。捕まえたぞ。ビャー。ビャー。お前だ。次は、ビャー。次は、お前だ。ラスト、ラスト、ラストオーム、ビャーか。ビャーじゃん。みんなビャーじゃん。うわー。めっちゃかわいい。なごむわー、うさぎさん。めっちゃうさぎさんやん。あ、え？おい！なんだよ、あのスイカ。わっはっは、わっは、え？わっはっはってあなた。あ、羊がいる。うさぎくんがこっちに来たって？さあ、僕は見てないぴょん。あ！貴様さては。アイテムって自分で使うのかな？違うか。絶対この、このぴょんがあれだよね。うわぁ、ここだよね。右。一個入った上で、右か。右、左、左、東、北、で、二回戻る、北、東か。北、東。いや、わからん。何これ。東側の森に入ったら右、左、左、東、北、二回戻る。だって左に行ったら、さっきの場所に戻っちゃうから、
わからんなぁ。ちょっとここは俺クリアできなさそうだな。ちょっと俺の知能指数では厳しいな。上か。お！こっちはこっちでなんかあるよ。ん？ないね。なんだろう、のどかな音楽が流れてるけど怪しげな雰囲気だね。おお、え、急に怖い音楽が、え、出られないことはないよね。よかった、急に音なくなるから。てーめえてめえ、見事に引っかかったわ。すげえ、あれみたい。なんだっけ、あれみたい。なんだっけ、半熟ヒーローみたいな。ほんだららった、ふんふんみたいな。ね。あ、誰かいてはる。赤い目の、これサイカちゃんじゃん。これは醤油で、これは唐辛子で、あら、お茶っ葉がないと思ったらこんなとこにあった。まったく、お砂糖一つ探すのも楽じゃないわね。みんな自分勝手に使うから棚の中がごちゃごちゃじゃない。まあ、私たちも人のこと言えないけどね。もうお砂糖は諦めて普通にコーヒー飲んでみたら？いやよ、私はお砂糖を入れて飲みたいの。ただ苦いだけの美味しくもないものを好き好んでいただく趣味は私にはないわ。趣味ってあれはあれで美味しいのよ。と。あ、この瓶に入ってるのお砂糖じゃないか。あ、塩。塩が欲しい。塩。はい、どうぞ。あら、ありがとう。ん？どうかした？ねえ、こういう場面で砂糖と塩を間違えるって物語なんかだとよくある展開よね。まさか、いくら私でもそんなこと間違えたりしないわよ。そう。じゃあ、このラベルに書いてある文字は何かしら？小麦粉！どっちでもないのやつやー！どっちでもないのやつやーのやつやー。はい。ごめんちゃい。まあ、あなたのことだから本気で間違えたのでしょうし、別にいいわよ。どうやって見間違えたかは、甚だ疑問だけど。それにしても困ったわ。お砂糖がないんじゃせっかく入れたコーヒーが飲めないじゃない。これだけ探してないなら仕方ないね。猫ちゃんのお店に、ね、猫ちゃんのことですよ、猫ちゃんって。さっきなんだ、川べりで立ってた、たたずむ女のことですね。私あの人あまり好きじゃないのよね。あら、そうなの？じゃあ私が行ってこようか。あなたが行くと日が沈むまで長話してるでしょ。コーヒーが冷めるどころか凍りついてしまうわよ。私いつもそんなに長話してるかしら。ていうか凍るって何や。とにかくダメなものはダメよ。適当に暇してそうな人を見つけて行ってきてもらいましょう。適当にって、いきなりお使い頼まれてうなずいてくれる人はいないんじゃないかな。さ、そんなこと聞いてみないとわからないわ。そうね、手始めにそこに立ってる人なんてどうかしら。手のいいお使い役に。しょうがね、もう。来ちゃったもんはね。え、お、お客さん、ごめんなさい、気づかなくて。あなた、砂糖持ってきなさいよ。うわ！ちょっと！言い方！あ、いや、はい、お構いなく。もののついででよければ寄ってみるからさ。ほら、行ってみるものじゃない？もう、そういう問題じゃないでしょ。まあ、それはそれとして、俺も少し聞きたいことがあるんだけど。実は、スイカを探しているんです。そうなんです。じゃあこうしましょう。あなたが砂糖を持ってきてくれたら、私たちが持っているスイカと交換してあげるわ。え？ちょっと！ただ働きよりも報酬があった方がいいでしょう。そんなに難しいことでもないし、ちょっとした取引みたいなものよ。目的のお店はここを出て、
南西の橋を越えた先に、あの閉まってた場所かな。そんなに遠くもないし、すぐ見つかるでしょ。ねえってば。何よ、急に大きな声で。驚くじゃない。何よじゃないわよ。さっきから一方的に話を進めて。そういうことでどうかしら。無視！退屈しなさそうな人だな、この二人。ところで猫ちゃんって動物がいるお店があるのか？そうよ。違うよ、猫ちゃんは相性だよ。金髪で赤い服を着た女の人だよ。おーおーおー、うん、なんかわかった。とりあえず探してみるよ。いるのかねえ、猫ちゃん。塩について聞いてみよう。くぅ。じゃあ、ここで、もらえるはもらえるんだね。よっしゃ。塩と、塩のために、あいつらのお使い、甘んじて受けようじゃねえか。特になんかがあるわけじゃないね。にしても広いね。この、あそこなんだろう。特になんかスイッチがあって、あそこに行ける橋ができるとかっていうことはないね。ブンブーン。特には何にもないっすね、こっちは。よし、じゃあ行こう。とりあえず猫ちゃんに、猫ちゃんのお使いを、困ったわ。浅瀬じゃないよね。多分猫ちゃんはあの川に、だから長い棒が いるんだよな。長い。でもそんなのないもんな。さっきのなんかよくわかんねえ、あの何？うさぎが、ここをどうにかしてクリアしないとまずいってことだよね。下はなんかあるんだっけ？あ、そっか。右、左、左、東、北、二回戻る。右、左、左、東、右左とかって合ってんのかな、これ。右、左、左、東がつまり右だよね。で、北に行って、でも、南に行って、西に行く。で進めるってことだよね。入ったらか。入ったら右、左、左、東、北、
2回戻るってどういうことなんだろう。2回戻るってなんだろう。戻っても意味ねえもんな。右、左、左、東、北、で、北、東で行ってみようか、じゃあ。北、東、なんか、俺も食べさせてやりてんだけどさ。食べさせてやりたいんだけど、食べさせ方がわかんないっつーか。こいつらも何なんだよ、もう。奥に進みたいけどさ、進めないんだよ。なんでだよ、これ。入ったら、右、左、左、東、北、二回戻るっていう意味がわかんねえもんな。南西に行けってことなのか、それとも、北東左左右を逆順に二回戻ればいいのかとか、わかんないんだよな。説明が、下手だよ。で、北に行っとこっか。で、2回戻るってなんだろう。南、西、右、右、左、南、どういうこと？右、左、左、
もう全然わからん。なんだこれ。これどういう意味なんだろう。右、左、左、東、北。これでぐるーっと回ってみようか。じゃあ2回戻ってみよう。本拠地に。絶対意味ないけど。お？あ？あ？なんであそこにスイカがあったんだ？え？なんで？増えてたね。あ、あそこにあったスイカが外に出てたってことか。いやでも結局わからんな。2回戻るの意味がわからんもんな。右、左、左、東、北。じゃあこれは一応合ってんのか。2回戻るっていう意味がわかんないんだよな。1回戻ってきた。もう一回同じことやれってこと？そんなわけないよな。いや、奥進めねえわ。じゃあ一回ここで断念でござる。じゃあ今回はここで一回終了いたしまして、次回の、リベンジを図りたいと思います。現在の、スイカ力カウンターによりますと現在68点、あと32点、頑張って拾い集めていきたいと思います。では頑張りますので応援よろしくお願いします。それではバイバイ、次回を待てー。